はい、秋ゲームズです。バージョン 5.0 エリアにある貴重な宝箱全64個を紹介します。今お見せしているのは貴重な宝箱64個の場所と生き方のマップとなっています。貴重な宝箱を開けると規制のエリクスの入手に必要な黄曜石のかけら、緑曜石のかけら、藍曜石のかけらをランダムで入手することができます。豪華な宝箱からも出る可能性がありますので、そちらを合わせてチェックしてみてください。概要欄にリンクがあります。かけらを3つ集めて輪を作ると3箇所にある秘蔵所で規制のエリキスルや生物を入手できるということになっています。秘蔵所の場所については左下に出している動画をご覧ください。左に出しているマップに3つの溶石が出る可能性のあるエリアを大まかに書いていますので、それを参考に集めてみてください。戦士の挑戦で別のエリアに出張している時など例外があったり境界が曖昧だったりするのですが、おおむねこの範囲から出るようです。20番から64番についてはすでに別動画で紹介していますので、気になる方は概要欄のリンクからそれぞれの動画を確認してください。1番から19番の順番で回っていきますので、気になるところのある方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番に向かいます。竜章の脈の上にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて南東方向に向かって飛んでいきます。縦長の岩の左側を通って進んでいきます。岩のあたりに着地したらそのまままっすぐ南東方向に向かって進んでいくと骨があるのが見えますので、そちらに向かって近づいていきます。骨の近くまで来たら骨の右側あたりに近づくと敵がいますので、近づいて戦っていきます。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱の封印が解除されますので取りに行きます。ここで1番を回収したら次は竜章の脈に向かっていきます。ここから2番に向かいます。竜章の脈のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いてワープポイントの左を通り南東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいき、足場がなくなったら飛んでいくと正面に壁がありますので、その壁に張り付いていきます。壁に張り付いたら上に向かって登っていきます。上に上がると宝箱がありますので、3体の原車霊を追いかけるギミックをやっていきます。宝箱の南東方向にエンバーコアフラワーが3つありますので、奥の左側のものを攻撃すると原車霊が出てくるので追いかけていきます。原車霊が絵の中に入ったら左を向いて南西方向に向かって進んでいくと檻の近くに敵がいますので、近づいて戦っていきます。人型の敵は倒す必要がありますが、テペトル竜は倒しても憑依してもどちらでも大丈夫です。倒したところまでカットします。すべて倒したらテペトル竜に憑依して檻に近づいて扉を開けるを選びます。そうすると原車霊が動き出しますので追いかけていきます。原車霊が絵に入ったら地面に潜って北方向にある岩に近づいていきます。岩の近くに黄色い円がいくつか出ますが、岩の左側にあるものを通常攻撃すると原車霊が出てきますので追いかけていきます。3体の原車霊が絵に入ると封印が解除されるので取っていきます。2番を回収したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。ここから3番に向かいます。竜章の脈のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いてワープポイントの左を通り南東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んで足場の端から飛び降りると建物のところに封印された宝箱がありますので、近づいて近くの敵と戦っていきます。倒したところまでカットします。すべて倒すと封印が解除されるので取っていきます。3番を回収したら次は竜章の脈の下に向かっていきます。ここから4番に向かいます。竜章の脈の下にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら右後ろを向いて北方向に向かって進んでいきます。しばらく進んで段差を上がると道がありますので、そこを通って進んでいきます。念祖の種のあるあたりまで来たら右に曲がっていくと段差がありますので、そこを登って進んでいきます。上に上がると貴重な宝箱の近くに敵がいるので戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと封印が解除されるので取っていきます。4番を回収したら次は小玉の子の左地下に向かっていきます。ここから5番に向かいます。小玉の子の左地下にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら目の前の穴の中に飛び降りていきます。
5番から7番は約束と忘却の間にを進める必要があります。下の方まで来たら右を向いて南西方向にある隣の部屋の中に入っていきます。42番と43番は世界に無関領事に取っていますので、今回は取っていない5番から7番を紹介します。広い部屋に入ったらレバーを操作して足場を動かしていきます。動けるようになったら足場の上を通っていき、南方向に向かって階段を登って進んでいきます。階段を登ると貴重な宝箱があるので取っていきます。5番を回収したら次はテペアカク坂左上の地下に向かっていきます。6番と7番に向かいます。テペアカク坂左上の地下のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左後ろを向いて1段下に降りてから階段を登って進んでいきます。階段を登って隣の部屋に入ったら東方向に飛んでいき、足場のところで右に曲がると貴重な宝箱が置いてありますので取りに行きます。6番を回収したら左にある階段を登って進んでいきます。しばらく階段をどんどん上に向かって登っていきます。壁に絵が描かれている手前で右に曲がると貴重な宝箱がありますので取っていきます。7番を回収したら次は古の眺望台秘境に向かっていきます。ここから8番に向かいます。古の眺望台秘境にワープをしていきます。到着したら秘境の右端の壁を登って進んでいきます。秘境の上まで来たら壁に捕まってさらに上に向かって進んでいきます。上の段に到着したら右を見ると壁際に櫓がありますので、そちらに向かって近づいていきます。櫓の右に貴重な宝箱がありますので敵と戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと封印が解除されるので取りに行きます。8番を回収したら次は竜将の指脈の下に向かっていきます。ここから9番に向かいます。竜将の指脈の下にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて西方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいき、滝になっているあたりまで来たら左を向いて南西方向にある粘素の種の方に向かって進んでいきます。粘素の種のあたりで右に曲がると北西方向に建物があり敵がいますので近づいて戦っていきます。宝箱は上の段にあります。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱マークが出ますので取りに行きます。ここで9番を回収したら次は竜将の指脈地下の左端に向かっていきます。ここから10番に向かいます。竜将の指脈地下の左端のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて飛んでいき、南東方向に向かって壁沿いを進んでいきます。木が生えている足場がありますのでそのあたりに降りていきます。着地したら鉱石のあるあたりで右斜め前に飛び移って壁を登っていきます。10番は山々の影を進める必要があります。上まで来たら遠くの方に矢印が書かれた壁がありますのでそちらに向かって進んでいきます。しばらく道なりに進んでいきます。世界任務の時に地面が崩れた部屋まで来たら下には行かずに南西方向に飛び移っていきます。壁に張り付いて上に上がっていきます。上まで来たら隣の部屋に入ると階段を降りたところに貴重な宝箱が置いてありますので取りに行きます。10番を回収したら次は聖火競技場の右に向かっていきます。ここから11番に向かいます。聖火競技場の右にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右後ろを向いて北東方向に向かって飛んでいくと封印された宝箱が見えますので近づいていきます。この場所は4箇所のかがり火の台に火をつけるギミックとなっています。かがり火の近くにバケツがありますが、黄色い液体が入ったバケツの数が少ない順番に火をつけていきます。順番を確認したら緑のマークに表示をしていきます。湯向かりになったら左を見るとフレームグレネードの実がありますので元素スキルで持っていきます。黄色が1つの台にぶつけていきます。フレームグレネードの実が復活したら持って黄色が2つのところにぶつけていきます。こんな感じに3つ目、4つ目と火をつけていきます。アンバーなどを使ってもできる可能性はあります。3箇所目が終わりましたので、もう一度持って黄色が4つのところにぶつけていきます。順番通りに火をつけると封印が解除されるので取っていきます。11番を回収したら次はレインボースピリットの地秘境に向かっていきます。ここから12番と13番に向かいます。レインボースピリットの地秘境にワープをしていきます。
境に到着したら左を向いて南西方向に向かって進んでいくと敵がいますので近づいて戦っていきます。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱の封印が解除されるので取りに行きます。12番を回収したらすぐ近くにある装置を起動して格子を開ける必要があるのですが、どこかの鍵が2つ必要となっています。12番の宝箱の上にキラキラ側にそれをジャンプして取ると取ることができます。もう一つはすぐ近くにある檻のキラキラを調べると取ることができます。瞳を取るときに格子は開けていますので今回は普通に入っていきます。部屋に入って左奥に貴重な宝箱が置いてあるので取りに行きます。ここで13番を回収したら次はアメアルコの水域の上に向かっていきます。14番と15番に向かいます。アメアルコの水域の上にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて縦長の岩の右を通り南西方向に向かって飛んでいきます。右下に木でできた足場がありますのでその辺りまで降りていきます。近くまで来たら敵と戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと封印が解除されるので取りに行きます。ここで14番を回収したら西方向を見るとコホラ竜が泳いでいますので近づいて漂移をしていきます。コホラ竜は動いているので位置は変わると思います。コホラ竜になったら右を見ると時間制限挑戦がありますので近づいてやっていきます。スタートすると南方向にフローライトターゲットが出てきますので壊しながら進んでいきます。90秒以内にフローライトターゲットを15個破壊するとなっています。的のようなものがフローライトターゲットで通常攻撃で体当たりをしながら壊していきます。高い位置のものはジャンプ中に通常攻撃で壊すことができます。しばらく壊しているとスピリットウェイが出てきますのでそれに乗って進んでいきます。スピリットウェイの途中にもフローライトターゲットが出てきますので左右に動きながら通常攻撃で壊しながら進んでいきます。途中に割れ目が出てきたらジャンプしてからの通常攻撃で飛び越えるようにしてください。このままゴールまで進んでいきます。15個かわすと少し離れたところに宝箱が出ますので取りに行きます。ここで15番を回収したら次は最小の頂の右に向かっていきます。ここから16番に向かいます。最小の頂の右にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて北西方向に見える建物に向かって飛んでいきます。原車霊を追いかけるギミックをやるのですが、ユムカリュウになった方がいいので下にいるユムカリュウに漂移をしていきます。ユムカリュウになったら左を見ると原車霊がいますのでそちらに向かって北西方向に進んでいきます。元素スキル長押しで柱の一番上を狙って飛んで上を押したまま近づいていきます。原車霊が動き出したら赤い掴まれる場所を使って建物の上に移動していきます。原車霊が絵の中に入ったら絵の方を見て右下に降りていきます。元素スキルは使わないで歩いて降りていきます。牽引フックがついたブロックがありますので元素スキルで引っ張ります。そうすると原車霊が動き出します。牽引フックを外すを選んでフックを持ってから原車霊を追いかけていきます。元素スキル長押しで飛んでから上押しっぱなしで登ることができます。原車霊が絵の中に入ったら絵を見て反対側に飛び降りていきます。建物の壁際にブロックがありますので牽引フックをつけるを選んでフックをつけてから元素スキルを使って引っ張ります。檻に近づいて扉を開けるを選ぶと原車霊が動き出しますので自分も建物の上の方に向かっていきます。上に上がったらキャラに戻ってから原車霊に近づいていきます。3体の原車霊が絵の中に入ると装置が出てきますので粘素を注入するを選びます。火がついて宝箱が出るムービーが入ります。動けるようになったら宝箱を取りに行きます。16番を回収したら次は先人の神殿の右上に向かっていきます。ここから17番に向かいます。先人の神殿の右上にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら右を向いて東方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくとファディのテントが見えますのでそちらに向かって近づいていきます。
木の足場の上で右を向いてクレーターの右側に向かって飛んでいき、南東方向に進んでいきます。クレーターの横を通り過ぎると小さなクレーターの中に貴重な宝箱がありますので、近づいて敵と戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと封印が解除されるので取りに行きます。17番を回収したら次は先人の神殿に向かっていきます。ここから18番に向かいます。先人の神殿のワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ飛んでいき、世界ネーム夜に返す夜の時に入った遺跡の中に入っていきます。建物の中に入ると穴が開いていますので、そこから下に降りていきます。36番は世界ネームのクリア時に出た宝箱ですので、その時に取っています。下まで来たら南東方向へと続く道を通って進んでいきます。35番は隠し宝箱動画、61番は戦士の挑戦の動画で紹介しています。広い部屋の中に入ったら装置のあるあたりから下の方に飛び降りていきます。下まで来ると貴重な宝箱がありますので取りに行きます。18番を回収したら次は最小の頂の下に向かっていきます。ここから19番に向かいます。最小の頂の下にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右後ろを向いて時間制限挑戦の右から南西方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと赤い掴まれる場所がありますので、そちらに向かって近づいていきます。右の方にある木の足場のところに敵がいますので、そちらに向かっていきます。近くまで来たら敵と戦います。倒したところまでカットします。すべて倒すと宝箱の封印が解除されますので取りに行きます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録・高評価をお願いします。